はい、皆さんこんにちは。本日はですね、千葉にあります山陽さんにお邪魔しております。こんにちは。こんにちは。どうも。 B 大海物語4スペシャル、こちらの方ですね、ちょっと打っていろいろやっていきたいなと思って、本日は千葉店長に集まってもらいました。まずは自己紹介からいきましょうか。貨車店の金ちゃんです。はい、金ちゃん、はい、よろしくお願いします。はい、そして四つ街道店の一文ちゃんです。はい、お願いします。はい、はい、印材店店長黒井ランガでございます。はい、黒井ランガ店長。ちなみに皆さん、この台打つのは初めてですね。そうですね、導入が確か12月ぐらい。そうですね、12月の頭だから9日かな、はい、ぐらいの台になってますので、まだあの市場には、導入されてないんですけれども、本日は、この台を打ってですね、台の魅力をいろいろね伝えていただきながら、番組を進めていきたいと思いますのでね、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。まず第1回戦、何をやるかといったら大当たり早掛け対決。いつも得意得意得意な定番のやつね。勝った方にはねご褒美とかもあったりしますので、しますので、ぜひ今日は頑張ってね、海物語のいいところを見せていただければと思います。本日はですね、山陽さんの全面協力のもと、撮影をさせていただいてますのでね、まあ褒めることも忘れずに頑張っていきましょう。はい、ということで、じゃあ早速、実践の方に移っていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。お願いします。頑張るぞ。全部勝ちます。なんだって。はい、というわけでですね、本日は山陽さんのショールームからですね、 B 大海物語4スペシャルでございます。台のスペック説明を金ちゃんやってもらってもいいかな。はい、大当たり確率319分の1、各辺割合が 52% で、なんとオール10ラウンドの1500個の払い出しがあります。時短は通常当たり後100回、各辺からの通常当たり後はなんと120回搭載しております。あとは最近流行りの U タイムも通常時950回転回すことで350回転ついてくる仕様となっております。時間が350回転ついてくる仕様ですね。いいですね。はい、いうことで出玉がもう全部10ラウンドと。そうですね、はい、特格がね今までの海にはあったんですけど、それがなくなってね、はい、それがなくて全部10ラウンドの大当たりというと、出玉面でもね、すごい強化されてますし、ましてはまった時の救済としてね、Uタイムも搭載しておりますので、まあすごい楽しめる、大海シリーズ史上最高峰のスペシャル仕様になってるということなんでね、その辺も今日はねちょっと魅力を引き出せていけたらなと思いますんで、頑張って皆さん打ってください。まあ、千葉店長陣といえばね、やっぱ対決形式で今までね番組をいろいろ作ってきたわけですから、1本目大当たり早掛け対決。金ちゃんさ、じゃあ、はいはいはい、意気込みはどうなの。はい、いや今日は勝つでしょ。今日は勝つ。最近負けっぱなしでしたからね。あ、なるほどね。じゃあもう一番最初に当てるということですね。そうですね。なるほどなるほど。余裕っしょ。はい、一文ちゃんはどうですか。僕はもう安定的にね、はい、もう常にトップの方にいますから。まあまあまあ引きはねいいですもんね。今日もね問題なく1抜けでしょうね。1抜けということで頑張ってください。はい、黒井弾丸店長、はい、どうでしょう、海物語はどうですか、相性は。あ、僕はまあ常に謙虚に行くんですけど1番でしょうね。残念ながらということで誰も譲らない、誰も譲らない、誰も譲らないということで、じゃあ皆さん準備してください、打つ準備をね。はい、はい、お願いします。はい、3、2、1スタート。まあ、今回の、海物語は U タイムがついてるよというところをね覚えていただきたいですね。で今回は2ラウンドがねないと、特格がないと、すべてオール10ラウンドと。当たれば玉出るってことですね。そうそうそう。ちなみに、千葉木コーナーにはこの台は導入予定はあるんですか。全店12月にお導入がされます。なんと千葉木コーナー5店舗全店にもう導入予定と。まあ、今回もね選べる4ステージということで、ステージ4つあるんですが、一文ちゃんがやってるのがいつものラグーンステージ。はい、ラグーンステージですね。黒い弾丸店長は何ですか。僕はあのステップアップが好きなんでトレジャーですね。はい、トレジャー、はい、
そして金ちゃんは僕はブルブルが好きなんでクリスタル、はい、クリスタルってことね。このおーちょっと待って誰金ちゃんおめでとうございます。早かったガンガン店長黒い弾丸店長サメで大当たりおめでとうございます。早っ早いすごいすごいさすがですね。さすがの引きということで1回戦目は黒い弾丸店長の勝利おめでとうございます。はいということで勝った弾丸店長にはこちら差し上げます。何を、はい、いただきました。海物語グッズ、はい、レアレアすごい非売品非売品ですね。めちゃめちゃレアじゃん。はいということでおめでとうございます。ありがとうございます。2回戦はそのショールーム基盤というかね、大当たり確率を軽くしたものをですねちょっと用意して今もらいまして、だいたい100分の1ぐらいで当たるようになってます。自分で選んだ図柄で当たった人が1抜けっていうゲームをやりたいと思います。なるほど。もう最初に宣言した図柄を当てるまで打ち続けるしかない。すごいそのチョイスチョイスがチョイス大事よね、うん、ただサメはね、なんかちょっと2つあるというかね、裏サメもあるから、サメダメ、サメはダメ、サメダメ、サメ以外の数字で選んでいただきたい。はい、ということで、金ちゃん、好きな数字、好きなキャラクター、私は娘の好きなカニ、カニさん、9番ね、金ちゃん、9番を当てると、はい、じゃあ、一文ちゃんは、僕はね、じゃあ、はい5番のエビ。エビ、はい、来そうな番号エビさあそして黒い弾丸店長何にしましょう。僕はですね、はい、キャッチャーだったんで、はい、フグですかね。フグフグ2番はいということでおのおの決まりましたね。金ちゃんは9番そして一文ちゃんは5番そして黒い弾丸店長は2番ということでその自分の宣言した図柄が当たるまで打ち続けてください、はい、準備してください。いきますよ。2回戦スタートー、これあの確変確率が 52% なんで、はい、あ確変突入率 52% ね、あの弾丸店長はちょっと不利2% 分ね。そうか水柄だからそうあの通常図柄は 48% しかないと先言ってそれずるくない、ね、始まってから言うところがねもう腹黒さが、ねね、出てるね、まあ、勝負ね勝負勝負勝負したたかなね、うん、いいと思う。でも作戦が、うん、そういうとこ大事よ、うん、はい、おおちょっとだがしかし5がない。1番さんに5がない。チャンスが来てる。19テンパイ。あー9はテンパイしてるよ。9そっちくださいください。9くれ。でも当たるとは言ってない。当たるとは言ってないですよ。あそうでも当たりそう。19は当たれば確変ですからね。どっちでもさあどうだ。まあでもこの外れるだろうという、うん、当たっても抜けないというね。あ、なんか過ぎたよ。当たり確定ですね。よそう。あー、キュンキュン言ってる。すごい。さあ、最初に当たったのはいちもちゃん。だがしかし意味ない。5じゃない。タコさん。はい。ということで、気を取り直してもう一回当てていきましょう。まあ、僕はこの企画に一番時間かかるだろうなと思って。9でリーチ。何9でリーチ。うん、シャチ。当たるんじゃない。当たりそうなんだけど。当たりそうなんだけど。いっそ。ああ、ビッグバイブ、もうこれは、やばいんじゃないの。そんな早いの。これは。もう当たっちゃう。当たりますね、多分。当たる。うそ。はい、来たー。宣言通り。早い。当たりました。おめでとうございます。早いよ。早いわ。すごい。決着早い。はい、ということで、勝ったね、金ちゃんにはご褒美でこちらをあげます。何それ。いいの。かわいい。これは沖縄ですね。のシーサーですね。シーサー。はい、シーサーのペン。もらっちゃいました。ということでね、2回戦終了でございます。ありがとうございます。はい、続いての対決はですね、もう、今回の、大海物語4スペシャルにはね、U タイムがついてるというね、お話をしてきたんですが、残り5回で U タイムが発動します。
でそこから350回転の、時短に入っていくわけなんですが、次の対決はどれだけ U タイム中に当たらずにいられるか対決。もう一回言ってもらっていいですか。もう一回言ってもらっていいですか。当てるんじゃないの。当てるんじゃない、当てたらダメ対決。当てたらダメ。そう、誰が一番粘れるか対決。粘れるか対決。じゃあ引きが強い人がダメ、はい、うん、今回の対決は引きが強いとダメ、最後まで生き残った人が勝者と。あ、なるほどなるほど。ということになってますけれどもね。いや、当てない、あえて当てないっていうのはどうなんですか、ね、あえて当てないっていうのはどうなの。いや、まあいけるんじゃないですか、ね、いける。いつも通りやれば当たんないんで。なるほどね。一文ちゃんどうですか。僕はあの引きをコントロールできる人物ですから。でもまだ一勝もしてないですから。そう、でもさっき僕の方がね、そろそろ早く当てたんだけど、うん、当たりはね早かった。5じゃなかったですね。じゃあ今回いけそうですか。今回はもうスーッとスーッと当てると。いきます。はい、黒い弾丸店長どうでしょう。残念ながらですね、これはですね、当たっちゃうんで負けちゃいますね。それはちょっと、まあこれは当たっちゃうと、しょうがないですよ、これ。ということでね、じゃあ皆さんちょっと準備してください。はい、はい、当たらない人が勝ちですからね。当たったらもうその時点で終了です。いけますか皆さん、はい、準備はよろしいですか。はい、はい、じゃあいきますよ。よーい、スタート。なんか逆にドキドキしてきた。チキンレース当たっちゃいそうだ。まあ普通に考えたらね、319分の1ですからね、なかなかね、そうそう、抜けちゃうこともあるかもしれないですね、まあ、当然抜けることはあると思う。魚群なんだ。魚群、魚群。終わっちゃうよ、キンちゃん。すごいな。いや、でも魚群は当たる。はい、来たということで、キンちゃん脱落。早いよ。あー、あー、一番ちゃんもやべ、魚群。なあ、ちょっと当たんな、当たんな、どっち、どっち、やべ、当たりやがった、当たった、当たった、どっちが端切り、黒い弾丸店長の方が若干遅かったかな、やった、やった、はい、やった、ということで3回戦は黒い弾丸店長の勝利、おっさい、はい、ということでね。2勝目ということでね。何もらえんの。あげます、これ同じの。2個目2個目のウコンちゃん、おめでとうございます。こんだけおめでとうございます、ウコンちゃんね。持って帰って健康になりますよこれ次なる対決に行きたいと思うんですが、次はもうトーナメント戦をしようと。あ、それなら勝てる。これなら勝てるわ。まずはグーパーして、まあ、1回戦2回戦でそれの勝者同士で決勝戦をやって優勝者を決めていこうと。いつものやつね。血晴らしくなってきた。血晴らしくなってきたで、今回は僕も参戦して4人で対決でいきますから。僕初打ちなんでね。やっぱね、こういう時僕が優勝しちゃうパターンだと思うんですが、今回も、商品用意してますよ。なんすか。今回はこちらでございます、エコバッグですね、このクジラッキーのね。あとアトマイザーって言っていったかな、はい、こちらをですね、差し上げますんで、優勝者には。僕が優勝したらね、皆さんの手元に届くかもしれませんから。僕が優勝したらね、だから皆さん僕を応援してください。はい、いうことで、じゃあグーパーして、じゃあ1回戦2回戦のね組み合わせ決めましょうか。はい、はい、いきますよ。グーパーじゃん、グーパーじゃん、はい、ということで、じゃあ私と黒い弾丸店長1回戦いきます。い、はい、そして2回戦を一文ちゃんと金ちゃんで、やって、勝者同士が決勝戦ということでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、トーナメント戦で優勝者を決めていきたいと思います。はい、1回戦は私と黒い弾丸店長、よろしくお願いします。絶対勝つから。いや絶対決勝行くから。俺はかわいそうだな。かわいそうだよ本当に。はい、じゃあ早速行きましょうか。はい、はい、待ってください。よーい、スタート。モードが大事、モードが大事、モードが大事。そっからね、戦いはそっから。やっぱラグーンよね。ラグーンが一番消化早そうだもんね。ステップアップとかないから。関係ない。もうガチじゃん。もうガチですよ。ガチだよ。僕はエコバッグ欲しいんでね。あつおさん、今ピークですかね。今がピーク。喋っといた方がいいです。今のうち。いやそんなことない。俺が先に当てる。泡しか来ねえ、泡しか。
斜めラインで当たりとか昔ねこの枠外プレミアみたいなね あったあった懐かしいですね気持ちいいっすよねあれあはいはいはいいいですよあば先読みちょっとはいはい2回目の先読みああありがとうございますありがとうございますやばいはい3回もう行ったよそれは熱いもう行った行ったもう行ったよこれ行ったはい来ましたはいジョ君はいジョ君来ましたありがとうございますありがとうございます揃うまでね揃うまで僕はハンドルから手を離しますよちょっともう当たりますからこれいやちょっと合わせて手振ってる手振ってるマリちゃんマリちゃんはいストップはいおいありがとうございますいやまさかの一回戦勝利はいということで一回戦2試合目ですね、金ちゃん VS 一文ちゃんということで早掛け対決トーナメントやっていきましょう今日は勝てそうな気がする今日は出そうな気がする一文ちゃんはトーナメントは僕のお箱ですからねですよねじゃあ早速いきましょうかはいはい準備よろしいですかはいですはいスタートーいやーなんかはしゃいでた方が来んのかなみたいなね、うん、いやいややっぱパチンコは気持ちですからパチンコは気持ちですよいやー、うん、うるさかったもんなうるさいって表現がおかしいでしょごめんなさい、大興奮してましたけどね、はい、そうっすねいや一番楽しんでたかもしれないですねちょっと一番いきなり背景夜になってるけど来るかな嘘嘘ちょっと一回転あるかおスイッチ今回ねクリスタルであクリスタルあ嘘、はい、かぶってるあれかぶっちゃダメ本当の実力がね当たりそうなモードでやってくださいなんか海のオカルトとかっておのおのあったりしますか？なんかあれですね、タイミングよくこうリーチになってこうパッと手を当てたら、はい、当たるのかなみたいな。ああ、そういうの結構じゃあホール行ってやったりする。一人であの雨雨打ってる時はあのこっそりやってる。あ、こっそりやってこっそりやってる。一文ちゃんなんかあります？四つ街道店のねお客様は。はい。魚群が流れた隣を行く方もいますよそのまま流れてくるっていう隣も当たるだがあでもねそういうのあるよね一番左の角台は溜まりすぎてるんじゃないかっていうか魚群がねなるほどねそうそうそう魚群が移動していくっていうね次はこっちに流れてくるはい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 、まあ、今回も保留8個まで貯めれる仕様の台になってますからねそうですね、うん、ちょっとバイブあーダメだなこれはどうなんだろう連打キュインって言えばねあれ熱そうじゃないおーおーキンちゃんいただきましたまたはい7でしかもすげーありがとうございますありがとうございますということで勝者は柏店の金ちゃんでーすいただきますはいということで来ました、はい、決勝戦いいですか僕と対決なんていや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 、金ちゃんもうね長い付き合いになりますがここらで終止符を一つ終止符をいやー俺も負けないよ本当準備はよろしいですか OK でーすはいできますよーよーいスタートーちなみに黒い弾丸店長はどっちが勝つと思います、はい、いやいや、そりゃもう金ちゃんでしょ金ちゃん、はい、そりゃ金ちゃんでしょ、はい、一文ちゃんはちょっとね、今日金ちゃんなんかやってるなんかおかしいもん気がおかしいそういつもと違うテンションも 1.5 倍だから確かにテンション高い多分なんかやってるわはい、はい、ステップアップ泡からのからの泡からのマリンねあ、でも目がちょっと大きいよ目がちょっと大きいよあー惜しい、怖い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 ちょっとそのテンションで来られると怖いいやいや飲んで飲んで飲んであれ当たんのかなみたいないや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 当てますよなんかねすぐですからもう心理戦から始まっちゃってるキーちゃんも全然騒いでもらっていいですよあほらほらほらまたリーチ泡からのからのクラゲからのはいタッチいきますはいいやクラゲあもう待ってましたよクラゲあ、バイブした嘘
ちょっと暑いかな。何騒いでるところ。メガ炎、メガ炎。やってんなこれ。あ、来るか、来るか、来るか。いやー、あんこでいい、あんこでいい、あんこでいい。これは来たぞー。優勝でーす。早い。すいません、ありがとうございます。本当ね、本当にあのこの番組無視したね、あの僕が優勝っていう一番必死だったもん。やってんな、ね、いうことでね、あちょっとあのね、あの最下位の店長陣、ちょっと僕にほらプレゼントがあるじゃないですか僕にほら持ってくる役目があるでしょほらやれよ、おかしいな、おかしい。はい、ということでいただきました、クジラッキーの折りたたみエコバッグありがとうございます。優勝したでー。はい、ということでいろいろ対決をやってきましたけれども、いよいよ最後はですね、チームワークが試される、全図から当てるまで帰れまてん。よいしょよいしょ、あんまり乗り切られないんだけど、ほんとみんな当ててちゃんと、サヨンさんに無理を言いまして、あのちょっともうあのいつ帰れるかわからないんですけどあの一応全図から当てるまで帰らなくていいですかって言ったらオッケーって言われたので優しい、はい、ということで時間ないんで早速準備してください巻きで行きたいですね結構これは時間かかると思うんでね。はい、じゃあよーいスタート、お願いします。やっぱ海って言ったらやっぱね、あのサムだよね。そうっすね、サム来たらもう一撃で終わりですから。あ、いいっすね、それ。あの説明聞いてましたあの全図柄揃えるまでって言ってるんですよ、サム出たら全部とか急に無茶無茶言うのやめてくださいもう30分経ちましたよ。早いな、早いや、本当ですか、30分誰も当たってないですか。うん、当たってない。でも生放送みたいになっちゃって、あの100分の1ぐらいの台を皆さん打ってますからね。もう帰りたいよ本音出ちゃってるじゃないだってもう朝からねお出迎えして、まあまあね、帰っちゃってね。お、お願いします。お、先読みね。これはいいよ、これはいいね、激アツ。はい、当たりました。すげえ、あざーす。こっからだよ、こっから。さあ、確変な、何で当たるんでしょうか。ちょっと一旦確変の方がいいですね。でもね、そうですね。お、7ね、7、はい、7で当たりです。いいじゃないですか、7。ありがとうございます。あ、お、このこいつが、こいつがドイツ、ドイツ、見えない見えないちゃんと教えて。あの、あ、超熱い、熱い、超熱い。さあ、金ちゃんは8と9のダブル転売からのメガ炎。メガ炎、これはもらったやろ。そして、一撃、よっしゃー、いたー、当たりました。さあ、8なのか9なのか。9の方がいいな。さあ、どっち、どっち、8かな、どっち。 8、 8、おめでとうございます。 8ね、お、8、 8抜きました。7と8抜けましたね。はい、残すところあと7図柄。よし、仕事した。いいですよ、いいですよ。ダブルリーツ、ダブルリーツ、ダブルリーツ、はい、ダメ。お、走った、走った。はい、3で当たりました。3で当たりました。3図柄、おー、いいね、いい感じになってきた。急に、急にいい感じになってきましたよ。アップで今まで当たった図柄3と7と8かぶった場合、ちょっと待って、新しいルールドキドキしてきた。いいですか、かぶったら、かぶった図柄のモノマネをしてください。さあ、4だね、4。あ、これ当たるよ、当たれば確変です。さあ、これ通常に落ちちゃう。確変中の局面は当たれば確変なんで5図柄にチェンジします。どうでしょう。はい、当たりました。これ4も抜けました。抜けない。あ、抜けない、抜けない、ダメ。はい、こう、おめでとうございます。かぶってない。なんかサムとかが動画に出てきたらなんかあの再生数増えそうですね
いやらしい発言だな。リアルな話ね。あれ、金ちゃん、なになになに、熱い、熱心、なんか熱心の方向が。さあボタンでよいしょ、はい、来ました、すごい。そして四図柄大当たり、おめでとうございます。かぶってない、かぶってないですね。順調順調順調、あと4つ、1、2、6、9。でも一つだけちょっとね、弱音を言うと、三遊の方に怒られたら撤収します。あまりにも遅くなって、うん、すいませんって言われた時だけやめます。ちゃんと怒られてるとこ取っといてくださいよ。そうですね、それは取ります。怒られ無駄になっちゃうから。申し訳ございませんって言われたらやめます。さあ黒いダーガン店長、4でテンポってますけど大丈夫ですか。4やばいじゃない。4はダメ、4は当たってますよ、金ちゃんが。何これ、あ、魚群が出たら、これ当たるでしょ。あ、魚群出ない。あれ今確変中だ、はい、たこれはロングだから確変かな、多分クラッシュ。これは、はい、何でなの。5です、はい、はい、エビ大当たりかぶり。これ何、エビのモノマネすればいいの、はい、エビのモノマネお願いします。3、2、1。顔がわかんねえよ、顔が。はい、ありがとうございます。顔がわかんねえ。大丈夫ですよ、それぐらいにしとかないとね、次やる人のハードルどんどん上がっていっちゃうからね。はい、ありがとうございます。1と9がいいな。はい、お、これはダブルリーチで泡なし。6再始動なら5、ビタ止まりなら6。どうだ、6いって6、6来ました。当たりました、おめでとうございます。あとかぶってない、あと3つ、あと3つ。やばいよ、6、6。あー、魚群だ、6、魚群。あー、どうだ、 6はダメ、6ダメ、さっき当てた。6はかぶっちゃいますけどね、でも当たることに意味ある。走当たりました、おめでとうございます。はい、じゃあアンコウのモノマネお願いします。はい、3、2、1。変わってないから、エビと変わってないから、エビと。ありがとうございます。何アンコウのマネって。あー、また4だよ、4。危ない、危ない、終わっちゃうよ。あー、ノーマルリーチか。あーあー、当たったけど、これは確変、1、9。確変だけど5段で、5は一番最初の一文ちゃんの当たりですね。さあ、エビのモノマネ、3、2、1、どうぞ。僕はエビだよ。喋るのかい。喋っちゃったよ、もうエビが。それ熱いな、それいいな。やっぱり。まあ、確変中の一文ちゃんに期待したいですね。まだ抜けてないですね。すごい。1と9を何とか8はダメ、抜いてくれれば。8はダメか。8はダメ。1、2、9か。うん、8大当たり、おめでとうございます。さあ、エンゼルフィッシュのモノマネまで3、2、1。はい、エンゼルフィッシュだよ。だから同じだよ。はい、8、はい、やべえやべえ、 8? 8、はい、8、はい、くらいで、あ、でもバイブしたから魚群、あ、魚群、あ、来るか、当たるでしょ。来た、8、おめでとうございます。さあ、エンゼルフィッシュのモノマネまで3、2、1。はい、僕もエンゼルフィッシュだよ。だからかぶせていくスタイル。皆さん寝てないですか、起きてますか、大丈夫ですか。寝そうですよ、全く喋らなくなりましたけど。大丈夫でしょうか。サメリーチ、はい、はい、サメリーチ。クラゲ、クラゲ、危ない、これまさか今日がこんなに、はい、ということで黒い弾丸店長4で当たりました。サメのモノマネ、3、2、1、どうぞ。もうおかしいでしょ、もうおかしいでしょ。もう擬音で攻めますから。ね、千葉店長の引きを信じてね、この企画にしたんですけど。1、2、ダブルリーチ。お、どっちでもいい、あ、どっちでもいい、どっちでもいい、どっちでもいい。クラゲ、クラゲ、疑似2回クラゲかよ。ギジさん、これ当たりますよ。本当？あ、1、9、9、9、9、これはいったでしょう。
これはいった。外した。これいくよ。走れ。お願いします。あ、いった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 。9だよ。すげえ、うまい、うまい。さあ残すところ1と2。あ、あ、当たる？わからん。スペシャル魚群探索ゾーン。え、あ、そう。スペシャル魚群探索ゾーン。魚群が出れば大当たり濃厚。あれ？6度がいらないんだよ。あ、出たプレミア。すごい。スペシャル魚群からの6例の大当たりということで、金ちゃん、アンコウのモノマネまで3、2、1、どうぞ。はい、ありがとうございました。いらないよ、6とか。結構期待したんですけどね、うん、あ、1あるんじゃないかと、ね。さあ残すところはあと1と2ですからね。お、はい、当たりました。9はかぶりということで、カニのモノマネまで3、2、1。はい、はい、ありがとうございました。もう疲れ切ってる感じでしたね。あと1と2ですよね。1と2。あ、2だ。一文ちゃん、これは当てていいところよ、2だから。魚群を呼んだらダメですよ。あわあわ、当てて、なんかダメそうだな。当てて、当てて、ストップ。はい、来た。2、うまい。さあ残すところ、タコだけだよ、タコだけ。お、ちょっと1、弾丸天井、1、暑いんじゃないですか。1テンパって、まさか、テンパって、はい、頼む、1テンパって、はい、これは当たるでしょう。まあ当たりそうですけどね。でも3だと確変ですね。当たれば、よしよしよし、はい、はい、おめでとうございます。サンズガラカメで渡り。さあモノマネまで3、2、1。もういいよ、カメは。もういいよ。自分で言ってるの。はい、一番ちゃん。次は2。2で当たり。さあ、ハリセンボンのモノマネまで。3、2、1。はい。ハリセンボンだよ。もう完全にテンションが、もうダダ落ちのね、ハリセンボンでしたね。お、ダブルリース。1? 2と3。あー、クラゲ、危ない。これちょっと2以外終わっちゃうかも。カメ、カメで、カメ、はい、2ということでかぶりですね。いきます、3、2、1。はい、プク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 。もう疲れてきたね。でもどうなんでしょうね、これ統計というか、その台の中のロムというか、基板というか、魚群って言っても、あの、もう1じゃないから。お、ほんで当たれへんのかい。あ、過ぎた、当たった。キーちゃん当たり。1、1、1、1。あー、1だー。キーちゃん、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 よかった。すごい、ありがとう。よかった。ということで帰れますよ、皆さん。お腹空いたよ。寝ちゃうところだったよ。はい、ということでお疲れ様でした。じゃあエンディングに移っていきましょう。明日も仕事だもん。お疲れ様でした。お疲れ様です。いやー、今日はいろんな対決をやってきましたけれども、やっぱり最後のね、全図柄当てるまで帰れまてんが、やっぱすごかったんじゃないですか。皆さんもやってみてください。おすすめです。疲労困憊ですけど、でもほら、1が揃った時の感動すごくなかった。やった、帰れるみたいな。救われた。めちゃめちゃ嬉しかった、ね、ということで、本日打ちました、大海物語
4スペシャル、こちら12月ですかね、導入が12月9日です、はい、柴木コーナー全店5店舗12月9日に、はい、遊戯開始できますので、朝からその日ご遊戯できますので、はい、ぜひお越しください、はい、よろしくお願いいたしま す、はい、ということで感想どうですか金ちゃん、今日は海打った感想は疲れましたねそっちっていうのは置いといて、うん、やっぱりその全部出玉10ラウンドあるっていうのはすっごい、うん、いいですね。まあ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 ね。で、流行りのユータイムもついてて、うん、はい、非常に旬な機会かなというような印象でしたね。うん、はい。ということで、じゃあ一文ちゃんはどうでした？まあ、こんなにね、うん、海打つことそこまでないので、はい、もう僕は海を知り尽くしましたので、はい、ホールで海がわからない方はぜひ僕に聞いてください。あ、いいですね。海マスターになりますね、はい、今日で。そして弾丸店長。はい、案外ねやっぱりステージが結構あるんで、はい、まあハマった時でもいろいろ変えて遊べるっていうのはいいかなと思ったんで、うん、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。はい、といったところで、本日の動画はこの辺でいいですかね。はい、本当に疲れ切ってはい、ということで、千葉木コーナー、全店導入予定となっておりますので、はい、ぜひ木コーナーにご来店していただいて、大海物語4スペシャル打っていただければと思いますので、ぜひねこういう動画もまた撮りたいと思いますので、ぜひご視聴の方もよろしくお願いいたしま す。ということでまた今度はキコナチャンネル生放送でお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。さよなら、ありがとうございます。